あ、キティランドじゃない、キティの、キティちゃんのお話もありましたけれども、はい、このぬいぐるみもぶら下がってるんですけれども、なんかあの大きな絵が飾ってあって、キティちゃんは当然ブドウを持ってるだけなんですけど、おじいちゃんとおばあちゃんはワインを楽しんでいるっていうね。はい、そんな楽しい観光農園の様子を伝えてくれました。ありがとうございます。そしてあ、はい、山口県からイエローホークさん、周南 FM をお聞きです。山口県防府市、雲が多いものの晴れ間が見えていて心地よい風が吹いていますと。西の方はね、お天気回復してるみたいですね。さて、僕は今度の木曜日を給料日に控え、久々に金欠病です。とはいえ、公共料金などの必要な支払いは全て済ませていて、食料も十分にあるので食べることには困っていませんよかった。現在所持金およそ1100円程度ですが、給料日までのあと4日間なんとかうまくやりくりします。今日の昼飯は冷凍保存していたうどんで冷やしざるうどんを作って食べます。朝も寒くなりましたが、日中